変態先生です。私たち今横浜、人生初めての横浜なんですけど、はい、案内してくれませんか。やっぱりあの横浜の人間として悔しい思いっていうのはあるんですよ。あの東京大阪北海道とか行くでしょ。でもそのみんなあのあんまり横浜来てくれないじゃないですか。そうだから今回はちょっとズズにあの横浜のねいろんな観光スポットをプレゼンして、台湾の人にもぜひ横浜を好きになっていただきたいと、そういう思いを込めてちょっとご案内させていただきます。ありがとうございます。はい、東京に負けないよ。東京に負けないですよね。多分もうちょっと自信持って、いろんなスポット回って、最終的にズズが横浜を好きになったかどうかっていうのをジャッジしていただくと。はい、わかりました。はい、ということで今日の企画は台湾人ズズ初めての横浜に来てみた。こちら中華街だ。先ほど中華街の動画撮りましたね。うん、この中華街のすぐそこに一つ目のスポットがあります。ちょっと歩いていきましょう。もう歩いてすぐです。どうしますか。なんかズズが手振ってる。どうした。ガンダム。あ、横浜。あ、ガンダムだ。本当だ、ガンダムバスだ。ガンダム好きなの。ガンダム好き。あ、そうなんだ。え、皆さんご存知ですか。今は横浜にその動くガンダムがあるんですよ。来年の3月まで。本当に超見たいです。あ、やばい、ガンダムルートに入れるの忘れちゃった。あ、でももう一つ目のスポットはすぐそこなんだ。え、早いです。はい、はーい、あー、着きましたね。こちらは山下公園です。横浜市民のデートスポットになっております。あ、そうなんだ。はい、綺麗。お花畑みたいな感じです。あ、修学旅行ですね。青春な感じでしょ。フルーツ見て、観覧車。この山下公園広いですね。そう、ここね、もう向こうの方までずっと公園になってるから広い。え、よく来る。まあ、僕はねデート相手がないから来ないです。うん、そうだね、来たことはないですね。写真を撮りましょう。一人棒を持ってる女。ここからもう歩いて5分ぐらいのところにあれがあります。あれですか、ガンダム。そう、動くガンダム。本当にすごい、この隣綺麗。ズさんどうしました。ガーン、定休日。火曜日だけ定休日なんだ。え、もうちょっとそこに行ったら見れる。ちょっと近づいてみましょう。あ、壁がある。あ、壁が高え。見れないかなこれ。あ、見えない。あ、ちょっと惜しいな。次のスポット行こうか。みなとみらい。そうです、みなとみらいに行きますよ。風強い。あれなんだろう。あれはコスモワールド。何の。海のそばの遊園地。そうなんだ。で、はい、ちょっとね、やっぱここからだとあんまり横浜の景色が全体が見えづらいんで、しっかりここに登りましょう。あちらにタワーがありますんで。2名です。大人2名様2000円です。高速エレベーター。すごいスピード上がってる。うわうわうわ、早い早い早い。これ上位よ。着いた。横浜の景色、ここから横浜が一望できる。すごい、超綺麗。港町ですね。海の上に高速道路。ちょっとガオションみたい。ガオションよりもっと一望できるね。高いビルが多いから、え、反応してる。あ、マップが出てきた。え、昔来たとこんなんなかった。え、すごい、何これ。すごい、場所の説明が出てくる。その場所に立つと、あ、さっきの観覧車。あ、出てきた。あ、今休館中なんで。ガンダムだ。ガンダムは山下公園の方だから。こっちだ。ガンダムないわ。今回もガンダム見れず。また悲しんでしまった。ちょっと暗くなってきたね。
夕日の時間だ。次はおお。まずが一番楽しみにしてた。知らないの。そうです。私がじゅんちゃんに言ってたよね。それ乗りたいって。でもじゅんちゃん全然わかんないよね。本当に知らない。それは今横浜の名物ですよ、皆さん。それ乗りましょう。乗りましょう。おお。はい、すごい出発。これは実は去年の4月ができたんですね。だから純ちゃんも知らなかったです。そう、知らなかった。綺麗。わー、すごい。まずはその観覧車が光ってるから超綺麗。おお。お、出発するよ。初めて。ちょっと山下公園はデイドスポットじゃなくて、ここはデイドスポットですね。そっか、古いね。もちろんいいんだけど、いや、こっちの方が、うわ、すげえ。すごい。しかもね、あのロープウェイ、花瓶なんか全部光ってるから綺麗ですね。おお、すごい。ちょっとスピード出てきた。わー、意外と揺れるでもこういうロープウェイ本当に初めて見て、下は普通の道路ですよ。うわ、すごい、本当だ。すごい、道路じゃん。こんな街の中をロープウェイが通ってるってないよ。すごい、すごい綺麗。ここで告白したら成功するんじゃない。あ、これはいいね。しかも音楽もある。ムード作ってくれた。わー、すごい、すごい、本当に綺麗、うん、知らなかった。ガラスめちゃ綺麗ですね。確かにリュータのとかちょっと汚れてたりした。そう、こっちの方もすげえ綺麗。いいね。暗くなってから。結構意外とすぐ着くんだね。早いですね。もうゴールだね。そうなの、あれはゴール。そう早い。もうちょっとここにいたい。確かに往復しても意外といいかもしれない。ずんさん、もう着いちゃって早すぎ。はい、早いですね。5分あったかな。もうちょっとルーレットみたいな長さがね。おー、あっという間でした。本当に超良かった。じゃあちょっとお腹でも空いたんで、ご飯でも食べに行きましょうか。知らなかった、横浜の名物牛鍋って。実は私も知らなかった、うん、さっき横浜名物調べたら、うん、牛鍋は横浜発祥です。確かに横浜も港だからね、海外の文化がこう入ってくるっていう場所ですよ。そう、しかもこの店すごいですよ。大体120年の歴史があります。1895年創業、新井屋さん。高級すぎてびっくりした。ランチ結構安かったんだよね。2000円くらいです、うん、豆なら結構高いです。1000円1万円くらい。私たち庶民だからさ、定食頼んだ。定食でも庶民って言っても2750円だっけ。この中で一番安い。でも見て、旅館みたいな感じですね。楽しみ。来ました。すごくないですか。めちゃくちゃ美味しそう。牛鍋ですけど、でも杉焼きみたいな感じですね。生卵もあるし。違うかな。いただきます。うーん、味は、でも醤油なんかもちょっと濃いですけど、めっちゃ美味しい。お米も国産米だって。いただきます。あ、めっちゃ美味しい。お米も超甘いです。カメラさんのお米の本来の甘さがだんだん口に溢れてきた。わー、超美味しい。ご飯たまらない。こんな感じですね。もともと味は濃かったんですけど、卵をつけるとまろやかになった。でも気になるのはそれ、見たことないですね。これ牛鍋は一応すき焼きですけど、牛飯、うん、
初めて見た。これも初めて。じゃあぜひお願いします。牛丼みたいな感じかと思ったら全然違ったね。お肉とネギがこうやって。いただきます。柔らかご飯も。うん、でもすき焼きと違ってすごいさっぱりしてる。台湾のホンシャオニオロウミュウみたいな感じで、すき焼きの甘い感じじゃなくて醤油のあっさりした味わいが。いいね。ギルも一個食べてみて。これ、あ、いいや。食べてみて。うん、柔らかい。一瞬消えた。本当に確かに、うん、台湾の牛肉麺の牛肉みたいな感じでしょうね。めっちゃ美味しいです。じゃあゆっくり食べますか。落ちて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 。あー本当だ、もう気づいたらもう全部なくなって一つに残らず。あーキレキレ。じゃあお時間が、ごちそうさまです。はい、終わりました。めっちゃ楽しかった。特に夜の横浜はすっごい綺麗ですよね。ロープウェイ乗った時は夜景は本当に一生忘れません。じゃあちょっと今日の動画の最初に横浜好きになったかどうか、ズーさんのジャッジいかがでしょうか。大好きです。ありがとうございます。自分は今度また一人でもここに来たいですね。特にそのロープウェイとか見れなかったガンダムもリベンジしたいです。そうだね、今回ちょっと残念だったのはそこね。あとはその展望台すごい綺麗ですね。もう一望できます。横浜も東京に負けてないぞということでよろしいでしょうか。負けてないよ。神奈川もすごい魅力があります。ありがとうございます。今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃバイバーイ。この動画が好きならぜひグッドボタンお願いします。それから私たちツイッターもフォローお願いします。リンクがあります。それじゃあ。